開幕したストリートファイターリーグプロ JP2020 第1節のダイジェストをお届け。先鋒戦はマゴスカーレット水葉とフードガイアリーダーフードが対戦。しかしこれはまたしても有り余る3つのゲージでクリティカルアーツ。本日の記念すべき初戦はフードがストレートで勝負を決める順調な滑り出し。ストレートで取りました。続いての中堅戦はモケ対プゲラ。対するはフードガイア中堅プゲラ。カラッコロも当たっている。2回目のイニシング。さあお手玉名人、名人まだモケのチャンスになる。ずっとモケのターンか。中堅戦はモケがストレートでプゲラを破りポイント同率で大将戦へ。さあ大きな勝利をもたらした。勝負の行方が決まる大将戦、リーダー孫とドグラの実力者同士の対戦。こうなるとゲージを温存したい、そんな気持ちも見えてくるが、ドグラがトリガーを発動しました。そして画面足、当たっている。ダッシュ押し切る場合ではない。押し切るか。この前の管理今度は受けませんでした。気合で先ほどは食らっていました。さあよく画面足を抜けた。投げていく体力リーダードグラ。そして最高クラッシャー置き攻め突き。様子を見ている。フードガイアドグラにリーダー孫が敗北。昨シーズン覇者が1対3で負け越す波乱の開幕となった。マッチ2は昨シーズン準優勝、リベンジに燃えるネモオーロラが初参戦のモモチスプラッシュと激突。さあいよいよ始まる。先鋒戦は昨シーズンバンに苦しめられたキチパとモモチのマナ弟子ジョニーの対戦。ジョニー、さあこれで V トリガーが使えるようになったキチパーム。おさあ浴びせ蹴りから、さあ空中くらいで追撃する。投げていく。さあここ行くのか。まさか終わらない。入れ替わっている。どうだどうだ。ジョニーには V トリガーがある運命をかけて空中くらい流れを持っていけるか。帝王ネモが見守るプレッシャーの中、キチパが見事先鋒戦を制した。続く中堅戦は互いのリーダーから絶大な信頼を得ている強者同士、ガチ君対藤村。さあ藤村ここから切り返せるのか。さあガチ君のチャンス、有利な時間。さあ下段を一つこづいてゲームマックス削り、しっかりと削り切り。ネモオーロラ、ネモオーロラ連勝後の大将戦、リーダー同士の直接対決、ネモ対モモチ。いってみましょう。いいリズム、エンペラータイムすぎる。下段一つ、状況ちょっとマニューバー使いづらいですね。やっとタックル。さあどんどん押し切れてゲージを使っていく。ネモが押し潰した。モモチスプラッシュは3連敗、ストリートファイターリーグの洗礼を浴びる格好となった。マッチ3は東大卒リーダー時戸フレイム対今大会優勝候補レジェンド率いる梅原ゴールド。先鋒戦は互いのメインキャラクターをバンされたリーダー同士の直接対決。さあ集中力を飼いならして梅原をこの一節から抑えるか。残り体力が少ない。打てた。俺も勝負の一撃。当たっている。さらに読みながらトリガーまだある。これトリガー発動するのまだいいですか。勝負を制したのは時戸。続く中堅戦は優勝候補同士の対戦にふさわしい熱い戦いに。だがなるほど、はい、さあシエ、これでまずは大ダメージを取る。そこからこの後ですね、攻めがある。受け止めるか。掴んでいる。まだあるぞ。脱爪。次はどうだ。ジャゴン呼んでいるか。どうなる。残るの。まだある。まだある男。どんな逆境でもその拳を信じて回すのが伊藤さんだ。下から小づく。どうだ。ここから逆転あるのか。落ち着いて中足を刺していくか。一気に力の集約を固め打ち。さあ大事クラッシュカウンターチャンスになる。ガンガン打ち込んで変身もできる。何をしてもいい状況。歩いて投げてゲージもマックス。おかわり成功。次は何。削りもある。かなり苦しいか、
わずかな隙をつかなければいけない。相手はザンゲフ、何が起きても。中堅戦を制したのは梅原ゴールドマチャボー。対照戦は流星対川野、両チームが誇る若手強豪同士が激突。抜けるか、ここで。うわー、通った、これ通しちゃった。そのままいけるか、立ちに行っていたか、まずい状況。どうにかこの空間を制圧していく流星。川野に今回はどうしても勝ちたかった流星が大きな勝利。これで勢いに乗った時のフレームは優勝候補相手に3ポイントを獲得、上々のスタートを切った。一節を終えての順位はこちら。ネモンオーロラが唯一の3連勝で首位に立った。ストリートファイターリーグプロ JP2020、 注目の第2節は、熾烈な戦いに吹き荒れるセスの猛威。頼れるベテランがチームに果たす役割とは。マッチは梅原ゴールド VS ネモンオーロラ。そのプレイ、悪魔的ドグラ。マッチ2、フードガイア VS モモチースプラッシュ。戦いに嵐は巻き起こるか。マッチ3、マゴスカーレット VS 時のフレイム。今後の鍵を握る第2節は10月2日金曜夜9時から。